タイタン表層階探査は2009年にアメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画の一環として提案された土星の衛星タイタンの探査機。タイムは相対的に低コストな案でありタイタンの有機化合物を観測する史上初の地球外の天体の海洋探査として計画された外惑星ミッションであるタイタンの海の分析と可能であれば 海岸線の観察を行う想定であった。ディスカバリー計画では、打ち上げコストを除いたコストが4億2500万ドル以下に制限されている。タイムは2009年に NASA のプロクセミリサーチによりディスカバリー計画の候補の一つとして提案された。タイムミッションは、同時期の28の候補の中から、最終候補の3つにまで残るも、最終的には不採用となった。 2013年末には別口で予算の可能性を、得るも、NASA は同年にタイムの電源として期待されていたスターリング放射性同位体発電機の開発を中止しており、ミッションの実現には至っていない。タイムは2011年5月のディスカバリー計画の選定において、3つの最終候補の一つとして選ばれ、計画詳細化のための300万ドルの予算を勝ち取った。 他の2候補は、インサイトと、水星ホッパーである。2012年夏のレビューの後、NASA は9月に火星ミッションであるインサイトを採用したことを発表した。タイタンの湖や海への着水は、ソーラーシステムで下るサーベイによっても検討されていた。加えて、2009年に2020年代の打ち上げを目指し提案されたタイタンサターンシステムミッションでは、 商容量のバッテリーを使った湖の探査機が計画されていた。2016年の次の打ち上げに適した時期は2023年から2024年で、あるため、これがおそらくタイムの最後の可能性となるだろう。リゲーア海と地球のスペリオルコの比較。タイムの当初構想では、2016年にアトラス V411 ロケットで打ち上げられた後、2023年に、 タイタンに到着する計画であった。着水地点としては北極付近のリゲーア海が想定されていた。リゲーア海はタイタンでこれまでに発見された中では最大級の湖であり、表面積は約10万平方キロメートルと推定されている。予備の候補地としてはクラー県海が選定された。タイムはタイタン到着まで7年間にもわたり、 宇宙空間を旅する。タイムは着陸機であるため、その間のフライバイ観測などは行わず、観測機器はタイタンの大気圏突入の段階で初めて稼働する。ただし、最初の観測データが送信されるのは着水が完了した後である。探査目標、測定機器としては以下が想定された。タイタンの海の科学的性質の測定、質量分析系。 気象、物理的性質パッケージ。タイタンの海の深さの測定。気象、物理的性質パッケージのソナー。タイタンの海洋プロセスの制約。気象、物理的性質パッケージ。高果、地上用カメラ。タイタンの海の気象変化の測定。気象、物理的性質パッケージ。カメラ。タイタンの海上の大気の分析。気象、物理的性質パッケージ。カメラ。 探査機のカメラシステムについては、NASA と MSSS 社との間で、設計の準備段階のための、開発と運用の初期開発契約が結ばれていた。カメラは2つ搭載される計画であり、1つは、リゲーや海への降下中の撮影用、もう1つは着水後の撮影用とされていた。気象、物理的性質パッケージは、アプライドフィジクスラボラトリーにより開発されていた。 この機器パッケージは、風速や風向き、メタンの湿度、水面上の気圧と、温度、濁度、水温、温の速さ、それに、海の性質といった要素を測定することが可能である。水深はソナーで測定するよう設計されていた。シミュレーション上では、音の電波は、炭化水素の海でも有効であり、ソナーの操縦波器は、タイタンの環境でも機能する。 用液体窒素の温度で動作することがテストされた。土星とディオンレの前に浮かぶタイタン。タイタンには分厚い大気があるため、火星探査機のようにソーラーパネルを使って電力を確保することはできない。またバッテリーでは活動可能な期間がわずか数時間に限られてしまう。そこで NASA はタイムを 新型のスターリング放射性同位体発電機のテスト機とすることを計画した。タイムのミッションは、新宇宙と地球外の大気という二つの環境に対応することが求められる。ASG は放射性同位体を用いた発電機でスターリングエンジンを組み合わせたことで、既存の放射性同位体熱電気転換機の4倍に、 当たる140から160ワットの電力を生成することができる。質量は2 8ラムで寿命は14年とされている。しかし NASA は2013年現在 ASG の開発を中止している。タイムには推進装置は搭載されない。風の力と存在するのであれば潮流により数ヶ月をかけて海の中を漂う計画である。 タイムは地球と直接通信を行う。タイタン到着後は基本的に可能であれば数年にわたり断続的に通信を実行する。最終的に2026年には地球はリゲーア海から見て水平線の元に隠れてしまう。地球と再び直接通信可能になるには2035年まで待たなければならない。モデルによればリゲーア海の波は タイムのミッション期間中、通常は0.2メートルを超えないことが示されている。ただし0.5メートルを超える大きい波が稀に発生する可能性はある。シミュレーションではタイムのカプセルが波に効果的に対処できることとうまくいけば海岸に打ち上げられることがわかっている。カプセルは海面を秒速0.1メートルの速度で漂うことが期待されている。 秒速0.5メートル程度の潮流と風に押されることも期待されるが、これらの速度が秒速1.3メートルを超えることはないと見られる。探査機は推進装置を搭載せず、その動きをコントロールすることはできない。そのため、推進や温度、海岸線の画像などは、継続的な地域のものが得られることになる。探査機の位置は、ドップラー効果や太陽の高度、 超長期線電波干渉法により測定する。タイタンは地球外生命の探査にとって非常に重要な候補とみなされており、この探査では地球とは全く異なる生科学に基づくタイタンの生命が発見される可能性がある。何人かの科学者は仮説としてタイタンにおける炭化水素の科学が無生物的なものと生命を 形作るものの敷地に混ざっていた場合、生命を区別するのは難しいだろうとしている。さらに、極寒のタイタンでは、生、科学的な構造物のために利用できるエネルギーが限られることから、水を基盤とした生命は、熱源なしでは凍りついてしまう。しかしながら、メタンを基盤とした、仮説上の生命が存在する、可能性も示唆されている。タイムの主任研究者である、 エレン・ストファンはタイタンの海で我々が知っているような生命が見つかることはないだろうとしつつもこの海の科学が私たちに有機的なシステムがどうやって生命に進化するのかを教えるかもしれないと述べている。ありがとうございます。